んでね、ケンジ兄さんの特徴ね、その萩原ケンジね、大阪のね、箕面市のね、亡くなってるけどね、次男の長男賞ケンジさん、感動されたね、青辻一族から感動されたからね。でそれでその妹の西浦のパパも連れていく賞ケンジ妹やから賞ケンジね。でその次男のケンジ兄さんは実は保つおじさん顔そっくりやった、昔こい人で、三男の佐々木健作兄さんはギャグの名手で、まあ、うちと横にいたらギャグ使うし、その回転ギャグのスピードもめっちゃ速い。じゃあ替え玉受験なんかせんねん、反対学部よかったん違う、じゃあなんで受からんかった、てっ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 てそっちばっかりやったんちゃうんです。じゃあケンジ兄さんはそっちばっかりやったんちゃう、 F1 レーサーなりたいってなんかチラッとなんかその自然から、それはケンジ兄さんのせいやな、まあいっかな、誰が悪いって別に一般性の仕方に本当にしててけたねでしょ、大効果なるわ、なんかこれパッと見えるのなんか出てこなかっただけだからまあいいやね。で私が決める問題ちゃうけどまあいいやなんか、いや山崎豊子先生が決める問題やけどな、あそこちゃうな城山三郎先生が決める問題やけどね、それはもっとちゃうな、海音寺長原先生が決める問題でも司馬遼太郎先生が決める問題でもない、決めるのは実はあなただなんか分からんけど